ウェンズーさんは本当に死んだの？ひどすぎるわ。これから誰と酒を飲んだらええんや。ウェンズー殿を失った子飼いはこれからどうなるのであろう。全然想像できないよ。まずは目の前の危機に集中するんだよ。ヒーローの計画が成功したら未来なんてないから。ええ、ウェンズーが命を懸けて確保してくれた最後の希望ですから、諦めるわけにはいきません。明日は必ずヒーローを止めてウェンズーさんの仇を討ってみせます。その通りです。アントネーヴァさんの仇討ちもあります。ヒーローと決着をつけましょう。その生きた諸君に異論がなければこれからの作戦を検討しよう。嵐、諸君に作戦の内容を説明してやってくれ。え？僕が？作戦を考えたのはお前と隊長だ。東方古外の人気使いであるお前が説明するのが一番適切だと思う。うん、分かったよ。僕たちが入手した情報によると、ヒーローは明日五行の陣を起動するつもりらしい。リビングデッド化した人気使いの力はみんなも見たでしょ。僕たち全員が力を合わせても勝ち目はないよ。だから唯一のチャンスはヒーローが五行の陣を動かすタイミングだ。一つでも五行の陣を破壊できればヒーローの企みは水の泡になる。なるほど。五行の陣を動かし始めると5人のリビングデッド化した人気使いは持ち場から移動できなくなるということですね。確かに戦力差を大幅に埋めるチャンスです。せやけど五行の陣には転送機能があるで。各地に点在する言うてもヒーローはすぐにリビングデッド化した人気使いたちを召喚するんちゃう？うん、だから時間は極めて限られてる。一刻も早くヒーローを倒して五行の陣を封印しなきゃ。かなりの冒険ではあるが、それ以外の手はあるまい。じゃあ決まりだね。明日はその作戦で行こう。ヒーローの野望を止めてこの町を守って、アントネーヴァとウェンズーの仇を討ってみせる。お坊ちゃまも随分成長しましたね。小生は今日も嵐殿と隊長に助けてもらった。次は小生が全力を尽くす番。人気使いとしてヒーローを倒すのも小生の本分である。うちもウェンズー藩を殺して東方古外を破壊したヒーローを絶対に許さんで。作戦が決まった以上今日は早めに休みたまえ。明日は激戦になるぞ。すぐ終末の時が訪れるぞ。悲劇と決まっていてもお前は諦めはしないのか？楽しみだぞ。
お前たちの無駄なあがきを見るのがな。各エリアの人気使いの準備は整いました。いつでも始められます。なら始めよう。全てを終わらせる時が来た。わかりました。おや、どうやらお客さんが来たようだね。久しぶりだな、ヒーロー。おお、イエンファーと隊長じゃないか。珍しいお客さんだね。世界が滅ぶ美しい光景を見に来たのかい。あまりおもてなしできなくてすまない。黙れ、あんたを止めに来たんだから。私を止めるだと？もう手遅れだ。五行の陣はもう発動された。それに君たちの力でリビングデッド化した人気使いに勝てるわけがない。身の程知らずの心が。やってみなきゃ分かんないよ。こちらはヒーローとダルビラを牽制する。隊長と嵐は工業の陣へ突進してリビングデッド化したアンを撃破してくれ。リビングデッド化した人気使いたちが援護に来たら気をつけろ。決戦開始。手分けするぞ。華麗なる演出を。グズグズしない。悪霊将来、急いで。僕のこと見てた。休憩休憩。東方古外、君たちの力を見くびっていたよ。皆殺しにしておけばよかった。お前の負けだ、ヒーロー。さっさと降参したまえ。降参だと？バカなことは言わないでほしいね。見たまえ、五行の陣はまだ止まっていないぞ。骨格の力はまだまだ増している。もう間に合わん。これぞ神が定められた宿命だ。君たちには変えられん。世界よ、終焉を迎えるがいい。いかん、早く五行の陣から脱出しないと骨格に飲み込まれてしまう。あの仮面は五行の陣と共振している。どんどん骨格の力を吸収しているぞ。ブラックゲートの解放が止まった。どういうことだ。下がりましょう。あの仮面は危険すぎます。炎に触れたら即死してしまいますよ。焦らないでください。ちゃんと助けます。
ックにはもう何も見えないよ。隊長とみんなはどこにいるの？答えて隊長！いけません。お坊ちゃまはあの仮面に取り憑かれています。般若の仮面とは悪意の集合体。蘇ったら最後、破壊と殺戮のマシンと化し、エネルギーが切れるまで止まりはしません。体がもう自分のものじゃないみたいだ。一体どういうこと？僕の手が。隊長、隊長の声が聞こえた。よかった。僕は一体。僕は一体何をしたの？待って。